皆さんこんにちは、クラフトです。今回ご紹介するガンプラはこちら、機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズに登場したモビルスーツ、ガンダムヴィダールです。パイロットはこの仮面の男ヴィダールなんですけども、実はあの男なんですよね。まあそのあたりはアニメを見てもらうとして、箱を開けてみたいと思います。内容物はこんな感じ。まあ小さいキットですんで、まあパーツ類も少なくなってます。中身はこんな感じになってます。ランナーは3つ、ポリキャップが1つで、シールが1つついてます。 A ランナーはガンダムフレームですね。 B ランナーが色分けのパーツになってます。 C ランナーは装甲や武器類ですね。はい、説明書はこちら。まあこのガンダムヴィダールの中には実はあのアインが入ってるんですよね。完成したらこんな感じになります。ブルーと黒のツートンカラーの機体で、このブルーがかっこいいですね。まあ実際このヴィダールっていうのはガンダムキマリスという機体を改造して作られたモビルスーツで、この仮面の男を含めてその正体を隠しているという設定です。じゃあ早速作っていきましょう。
はい、ガンダムビダールパーツの組み立てが完了しました。ボディは特徴的なガンダムフレームですね。これがバックパックです。3機目の A ハブリアクターが搭載されてるっていう設定になってます。武器の方を見ていきましょう。こちらがライフルです。特徴的な武器のバーストサーベル、ハンドガンは2丁装備されてます。非常に大きいサイドアーマーです。こちらバーストサーベルの鞘ですね。以上がパーツ類になります。じゃあ早速組み立ててみましょう。はい、組み立て完了しました。パーツの色分けが少ないんで非常におもちゃ感がありますね。なんかちょっと塗装をしないとやっぱり寂しい感じがします。まず色分けが足りないので顔の部分、この辺の赤い部分、この辺りの色分けをしていきたいと思います。この辺りはしっかりブラックの墨が入ってますんで、ここはしっかり入れていきたいと思います。あとこことか合わせ目がはっきり出てますので、この辺もちょっと消していきたいと思います。はい、ガンダムビダール完成しました。はい、じゃあちょっと手を加えた点を説明します。簡単フィニッシュなんで、もう本当ざっとしかやってないんですけど、まずこの肩とかこういった部分には黒のエナメル塗料で墨入れを全部やってます。であとはこのすねの部分ですとかビームライフルとか、まあ、その辺を肩とかざっくりですけど合わせ目を消してます。本当このキットはもう結構合わせ目が雑というか、しっかり合わせ目が合わないんで、すごい大変でした。もういっぱい削らないといけないみたいな、そんな感じです。であとは付属のシールを、まあ、こういったところにこの部分やここに貼ってます。今まで作ったガンプラで余ってるデカールをこういうところやこの辺とか膝とかに貼ってます。でこの膝の前後のノズルの中を、まあ、ちょっとガンダムマーカーで赤に塗ってます。あとここの脇の下のエアハブリアクターのカバーの部分ですね、ここはガンダムマーカーエアブラシで塗装してみます。
まあそんなとこですね、変更点は。まあ見た目もだいぶ変わったんじゃないかなと思います。とにかく合わせ目がもういっぱいあって、しかも綺麗に合わないんで途中でめんどくさくなってやめましたけど、うん、その部分はちょっと大変ですね、このキットは。まあ、パチ組みするだけならいいかなと思いますけど。で、あとは全体を艶消しのトップコートで仕上げてます。はい、じゃあ細かい点を見ていきましょう。足先とかかと部分には反対エッジがついてます。こういう風に刃を出すことができます。サイドアーマーにはバーストサーベルの鞘が両方についてます。バーストサーベルの替えが計6本入ってます。で、この中にはサーベルの本体が本当に3本入ってるんですけど、ケースに隠れて全く見えないので全然意味がないっていう状況です。細かい部分ですけど、サーベルの鞘はこういうふうに取り付けることができます。3段あるうちのどの部分にも取り付けられます。実際ポージングするときはこのポージング用のサーベルをつけて持たせることが可能です。後ろのリアクターフレームです、まあ、通常はこの脇の部分に2個リアクターフレームがあるんですけども、ガンダムビダールの場合は3機目のリアクターフレームが背中についてます。で、この部分はシールを貼っています。付属のシールですね。で、この左右のこの部分が、まあ、ボールジョイントになってるんで動きます。角度を変えることができます。裏面はすごい肉抜きされてるんでチープですね。ボディ自体は他の鉄血ノルフェンズに出てくるモビルスーツのキットと同様に、まあ、ガンダムフレーム、この細いウエストのガンダムフレームで、形成されてます。ハンドガンが2丁装備されてます。両手に持たせることができます。こんな感じですね。はい、こちらがライフルですね。合わせ目をちょっとざっと消してます。ちょっとあんまり綺麗ではないんですけど。で、このように差し込んで持たせることができます。結構保持力は強いです。しっかり持たせることができます。で、あとこのバーストサーベルの鞘の部分にマウントさせることも可能です。3箇所あるんですけど、どの角度でもまあつけれることができます。頭部はボールジョイントで、まあ、それなりに動きます。左右にはすごい曲がります。あと肩のこのパーツ、これは内と外に動かせます。ハイグレードガンダムビダール144分の1スケールレビューいかがでしたか。ちょっとやっぱり値段が安いガンプラですので、若干チープな感じはするんですけども、モデリング自体は非常にかっこいいプロポーションの機体だと思います。今回は簡単フィニッシュで仕上げてますけれども、少し手を加えるだけでかなりかっこよくなるキットですんで、ぜひ作ってみてください。ただ合わせ目があんまりしっかり合わないっていうところと、合わせ目自体が非常に多いっていうのがちょっと難点なので、そのあたりは気をつけた方がいいかもしれません。動画が面白かったら高評価ボタンやチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。